皆さんこんにちは。哲学者同士の和田哲也です。哲学者同士の純粋人間関係論講座、今日はその第24回です。今回はですね、自分本来の生き方、人生の意味を構築する必要性について、こういったテーマでお話ししたいと思います。で、文献紹介ではですね、ハイデガーのこの存在と時間の下巻の方を取り上げまして、死へ望む存在といったですね、ことについて皆さんと一緒に深く考えてみたいと思います。本当は自分はこう生きたかったんだ、時々こう思うことがありますよね。本来私がやりたかったのは別のことだった。誰もがこういう思いをしたことがあるかもしれません。特に社会人として働き始めた後はそう思うことが多いと思うんですね。少なくとも私はそう思ったことがあるんですよ。こういうことを聞くとですね、そんなのは余ったれた根性だとか、人生の修行が足りないんだとか言ってですね、怒りをこうあらわにする人もいるかもしれません。しかしながらですね、そのような怒りを他人にぶつける人こそですね、明らかに何かに我慢して生きているんだって、本当にやりたいことができない人間であり、その不満を他人にぶつけているに過ぎないんではないかと、まあこう思ってしまうわけなんですよね。もちろん職場の仲間の前でですね、私の本来の生き方はこういうもんではないなんていうのをですね、聞くと周りの誰もが気分を害することは明らかですよね。そういうことは心の中で思えばいいんですよ。実際私の長年の社会人経験を思い返してみてもですね、そういったことを口にする人間は皆から嫌われていたことは間違いないと、まあこう思うわけなんですよね。しかしながらですね、私は自分本来の生き方を追求することは重要なことだとこう思うんですよ。なぜ重要かといえばですね、それこそが人間の本質ではないか、こう思うからなんですね。本来の自分の生き方を求めるのが人間である、こういうことなんですよ。そこで今回はですね、自分本来の生き方とは何か、そしてそもそも人生とは何か、自分の人生の意味を構築する必要はあるのか、こういったですね、人生論的なことを皆さんと一緒にちょっと考えてみたいと思います。さて、生きていくには当然のことながら外界の物質を摂取して利用していかなければなりませんよね。人間は誰もが衣服を着て生命を維持する物質代謝、すなわち食事をしてですね、住居に住んで日々生活しているわけです。そしてここで重要なことはですね、これら衣食住に必要な物質を誰もが生産しなければならないと、こういうことなんですよ。現代社会においてはこれら物質の生産は様々な職業として分業がなされて行われているわけですよね。人間は成長したらこの生産活動に参加して分業としての役割を担う、言い換えれば就職して諸々の仕事を行うことになるわけですよね。これが俗に言う飯を食うと、まあこういうことだと思うんですよ。要は生計を維持すると、こういうことですよね。子供は親の庇護のもと生産活動しなくても構いません。しかし成人すると誰もが自分で飯を食っていかなければならなくなるわけですよね。生産活動、すなわち労働の対価として報酬を得る、これで初めて飯を食うことができるわけですよね。ではこの生産活動とはどのような構造になっているんでしょうか。人間はですね、一人で生きているのではありません。社会を構成して生きています。生産活動も社会で行われますよね。このような物の生産を目的とするような社会、何らかの目的を達成するために形成された社会、これは目的社会と呼ぶことができると思います。これに対してある一定の地域を基礎とする社会で、その中に様々な目的社会を包摂するのが全体社会と呼ばれるものですよね。この場合、個々の目的社会は生産活動を行うものだけに限られません。趣味のサークルなどもあると思うんですよ。しかし全体社会に存在するその多くの目的社会は生産活動を行う目的社会と、まあこのようになっているのが現実だと思います。生産活動を行う目的社会はですね、その目的を達成させるために組織化されます。組織とは2人以上の人々の意識的に調整された活動や所属の体系です。これはいつも引用しているバーナードの経営者の役割で定義されているようなものですよね。
そして組織は地位役割の体系であると表現することができます。実はですね、飯を食うためにこの目的社会の組織の中で働くとき、どうしても本来の生き方、こういったものが各人に求められてきてしまうんではないか、このように私は思うんです。なぜなら他者と共同して目的を達成させなければならないからですよね。じゃあ他者と共同するとなぜ本来性といったものが求められてくるんでしょうか。なぜ本来の生き方が問題となってきてしまうんでしょうか。そこで次に他者との共同といったことについて詳しく分析してみたいと思います。言うまでもなく人間は主体的な人間ですよね。この湧き上がってくる性の本流としての主体性、より多くの他者に言葉と論理を投げかけ続ける主体としての存在、これが人間ですよね。社会は個々のこの主体的な人間が作り上げるものです。この主体的な人間が集合したのが社会というものなんです。私はこの主体的な個々の人間を広がる自我と表現しました。実は主体性それ自体を表現することは極めて困難なんですよ。表現した途端に客体となってしまうからですよね。そこでですね、私はこう広がりといった概念を出発点として主体的な個人を表現したわけです。まあ、この講座第2回広がる自我で申し上げたことです。広がる自我は他者に言葉と論理を投げかけて他者に広がる存在であって、投げかけた言葉と論理のみを他者と共有することによって生きていることを実感確認しようとします。ここに意味とは言葉に対する主体の把握の仕方のことです。そしてこの広がる自我が言葉と論理の意味を他者と共有して生きているということを実感確認することを私は広がりの確証と表現しました。これも第3回広がりの確証と組織文化の本質で申し上げたことです。実は人間の生産活動における他者との共同も個々の広がる自我が他者へ広がりの確証を求めることである、このように言えると思うんですよ。他者と共同することによって互いに他者と言葉と論理の意味を共有して互いに広がりの確証を得ているわけです。当然のことながら、他者との共同は互いに言葉の意味を共有しなければ成立しないからですよね。しかしながらですね、生産活動において他者と単に言葉の意味を共有しただけではダメなんですよね。単なる言葉の意味の共有はですね、もちろんそれ自体広がりの確証でもあるんですけれども、生産という目的にとっては出発点に過ぎないからですよね。生産活動においては生産物といった価値あるものを創造しなければならないからです。ここに価値とは誰もが求めるものであって、工程あるいは大小といった比較がその本質にあるものを言います。生産活動における他者への広がりの確証はですね、価値の創造であって、それは結果的に自己と他者との比較を帰結することになります。生産活動の結果が比較されてくるわけです。この場合一定の価値基準をもとにして他者への広がりの確証がどの程度実現したかが明らかになってきます。現代社会ではその基準は商品の価値であって、売れた商品の価格が他者への広がりの確証の尺度となるわけです。これ第12回価値とは何だろうで申し上げたことです。広がる自我は他者へ言葉と論理を投げかけて他者とその意味を共有して広がりを確証します。先ほど申し上げた通り、生産活動はその最も重要なものの一つです。しかしながらですね、価値といった上下の格差があると他者への広がりの確証は期待通りにいかなくなってくるんですね。投げかけた論理に上下の価値の差異があると、その価値を相手が認めるか否かが問題となってきてしまうからですよね。上下の価値の差異を客観的に把握するために人間すなわち個々の広がる自我は様々な論理の体系を打ち立てます。その既存の価値基準に当てはまれば誰もが価値の実現を認めることになる、こういった尺度となる論理を求めているんですね。その一つが先ほど申し上げた商品の価値です。売れた商品の価格は客観的な尺度となるわけです。売れた商品の価格をもとに個々の広がる自我は他者へ広がりを確証します。このことは個人事業主やもとで企業で働く場合の基本は同じことですよね。さて実はですね、この生産活動における商品の価値の実現で他者への広がりの拡張の困難性といったものが露呈してくるんですね。その困難性は大きく2つに分かれると
考えられるんですね。第一に、果たして商品が売れるのか売れるのかという問題があります。現代社会は商品の流通によって成り立っています。商品が売れたことをもって社会的分業を実現したことが確認されるわけです。商品を売るために多大な努力をするのが人間、言い換えれば個々の広がる自我ですよね。この場合、特に新たな商品を創造していることは大きな困難を伴います。既存の売れている商品とは異なって、新しい商品の使用価値は買い手の需要の推測に過ぎないわけですから、売れるか否かは基本的に未知なんですよね。そのさまざまな困難を乗り越えて商品を創造する労働、努力の結晶、これこそが商品の価値の本質です。第2の問題はですね、商品が売れたとして組織の中の個々の広がる自我はそれに応じた広がりの確証を得られるのか、こういう問題なんですよ。組織はさまざまな職務から成り立つ分業の体系ですよね。その中で個々の職務を担う個々の広がる自我はですね、商品が売れたことにより広がりをどのように確証できるかと、こういう問題です。現代社会では多くの人が組織に所属して生産活動を行っていて、それに比較して個人事業主の数はわずかですよね。したがって第二の問題がより大きな問題となってきます。もちろん第一の問題は大きな組織にも当然当てはまる困難性ですよね。しかしその大部分は第二の問題に吸収されてしまうと思うんですよ。なぜなら商品が売れたというのは組織の中の多くの人たちの共同の成果であって、個々の人間の成果がそれに吸収されてしまうからですよね。そこで第二の問題の混乱性を乗り越えることが大きな課題になってくるわけです。組織の中でいかに個々の広がる自我が他者に対する広がりの確証を実現するのか、これが乗り越えるべき大きな問題になってくるわけです。この第二の問題の混乱性を乗り越えるにはですね、まずは組織全体と自分との同一視、こういったことが重要となってきます。例えば会社の成長を自己の成長と同一視するわけです。どういうことかというとですね、企業が外部の他社に対して商品を売ることによって企業自体が広がりの確証を得る。ここで企業と自分を同一視すれば、自分が他社に対して広がりの確証を得たことになる。こういうことです。自分の他社への広がりの確証を自分が所属する組織の広がりと同一視する。これは直接的な他者への広がりの確証ではありませんよね。間接的な他者への広がりの確証になるわけです。実はこのように個々の広がる自我の他者への広がりの確証が間接的なものになるとですね、どうしても本来性といったものが求められてきてしまうんではないかと、こう私は思うんですよ。なぜなら他者への広がりの確証は本来直接他者と言葉と論理の意味を共有するものだったからですよね。直接他者に対して商品の価値を実現することだったからです。以上のことをさらに詳細に考えてみたいと思います。組織と自分との同一視、このことは組織に大きな価値を置くことを意味します。誰もが自分自身に大きな価値を置いていることは否定できないからです。これは組織の全体の価値と表現することができます。組織と自分との同一視は組織の全体の価値の形成を意味しているわけです。そして全体の価値は組織の中の役割関係を正当化する機能がありますよね。組織での分業に伴い生じる組織を逸脱しようとするさまざまな誘惑や衝動を乗り越えるより高い価値、これこそが全体の価値です。組織を離れるよりも組織に所属する価値の方が高いからこそ、さまざまな困難を乗り越えて組織は維持されているわけです。これが組織の全体の価値の機能ですよね。そこでこの組織の全体の価値の中で個々の広がる自我はいかに他者に対する広がりの確証を実現するのか、こういうことが問題となってくるわけです。同一視と正当化、この2つの要因から組織の全体の価値はますます大きな価値を獲得して、組織もますます発展して大きくなっていくと思います。ところが個々の広がる自我の他者への広がりの確証は組織が大きくなるに従って、組織が生み出す商品の価値からますます遠ざかっていくんですね。そこで個々の広がる自我は組織の身近な人間関係の中で広がりの確証を求めようとすることになります。この場合組織の全体の価値が大きな働きをせざるを得ません。
全体の価値の中で自分の位置づけ、組織という上下の地位役割関係の中での自分の地位、こういったことが重要となってくるんですよね。この全体の価値を前提とした他者への広がりの拡張の論理を私は分割の論理と名付けました。組織の中では分割の論理によって他者への広がりの拡張を求めざるを得なくなってくるんです。これに対して商品の価値を元にした他者への広がりの拡張の論理を創造の論理と呼びました。商品の価値は創造の論理の典型なんですよ。生産活動は本来何かを生産する、創造することを意味するわけですよね。この生産活動をもとに他者への広がりの拡張のために投げかける論理が創造の論理なわけです。生産活動の組織では組織全体の価値を前提とした分割の論理と商品の価値の実現である創造の論理が存在しています。組織が大きくなると分割の論理が優勢となってくることを今申し上げた通りです。ここで私たち、すなわち個々の広がる自我はですね、生き方の選択を迫られてくるんですよね。一つは分割の論理を重視する方向です。もう一つはあくまでも創造の論理を求めていく生き方です。分割の論理を重視する生き方はですね端的に言えば組織の上下関係の中での上位の地位を目指すものですよね。身分的な上位の地位を得ることによって他者への広がりを拡張する生き方です。創造の論理をあくまで求める生き方はですね、商品の価値の実現を前提とするものであって、仕事の行為、成果をもとに他者への広がりを拡張するものです。しかしながらですね、組織の中では創造した商品の価値を直接実現することは不可能なんですよね。なぜなら商品の価値を共有するのはその商品の購入した人ですよね。すなわち組織の外部の人だからですよね。商品の生産で個々の広がる自我が創造の論理を貫徹させること、これは不可能とならざるを得ない、こういう性質があるんですね。実はですね、私は自分本来の生き方とはこの創造の論理を意味するんではないかと思うんですよ。すなわち創造の論理に基づく直接的な他者への広がりの拡張、これこそが本来性ではないか、このように私は思うんです。逆に分割の論理は出発点だからこそ非本来性を有せざるを得ないんではないか、このように思うんですね。なぜなら広がる自我が本来性へ向けて広がるのであれば、出発点はどうしても本来的位置にならざるを、出発点はどうしても非本来的な位置にならざるを得ないからですよね。本来性へ向けた広がりの拡張の論理、これこそが創造の論理だと言えるわけです。ただですね、創造の論理を実現する出発点としての組織の秩序を維持する理念、これが全体の価値だったわけでして、全体の価値があるからこそ個々の広がる自我は創造の論理を実現できるわけなんですね。この全体の価値を根拠にした自分の地位を根拠に他者への広がりの拡張の論理を投げかける、これこそが分割の論理だったわけですね。したがってですね、非本来的であっても分割の論理は私たちにとって不可欠なんですよ。なぜなら分割の論理の出発点としての機能、全体の価値の機能を前提にしなければですね、創造の論理の認識が不可能となってしまうからですよね。創造の論理の実現が自分本来の生き方である、このことをさらに深く考えていきたいと思います。現代社会における生産活動においては創造の論理が切り離されています。実は賃労働といったものがですね、ますます創造の論理から個々の広がる自我を切り離したことは明らかだと私は思うんですよね。賃労働とは自分の労働力を売ってその対価である賃金を得ることです。賃労働とは労働力の商品化を前提とするものなんですね。以前にも論じたんですけれども、賃労働は物による支配の典型です。この講座第22回労働者法立法の本質で申し上げたことです。組織は上下関係が避けられません。指揮命令系統が不可欠だからですよね。そして組織の上下関係は下位の者が反感を持つと支配関係に転化してしまいます。この支配関係を隠蔽するのが物による支配です。人に支配されるのではなく物に支配される、
このように正当化するわけですよね。この第15回価値と反価値で申し上げたことです。したがってですね、物による支配は組織の存続にとって不可欠なんですよ。賃労働もしたがって不可欠なんですよ。結局組織における生産活動では自分が創造した商品の価値の直接的な実現が個々の広がる自我にとっては不可能となってきてしまうんですよね。言うまでもなく創造の論理の典型が商品の価値だったわけです。それでは商品の創造の他に創造の論理は存在しないんでしょうか。商品の他に創造の論理には何があるんでしょうか。ここで重要なことはですね、創造の論理の構築は有形物の創造に限られないということなんですよ。様々な理論、理念、これらの創造もですね、他者へ向けての広がりの確証の根拠となるんですよ。例えば非本来的な既存の論理をもとに新たな広がりの確証のための論理を打ち立てることこそ打ち立てることこそ創造の論理であると、こう言えると思うんですよ。新しい経営理論、新しい科学理論、新しい哲学理論、これらはですね、即座に商品とはならないんですけれども、創造の論理の設定であることは間違いないと思うんですよ。今回のテーマである人生の意味の構築、こういったことの本質もですね、ここにあると思うんですよね。分割の論理の前提となる既存の論理の体系、これは誰もが必要として、その中に埋没せざるを得ない論理ですよね。いわゆる世間というものであって、常識というものなんですよね。これを論拠に新たな理念を打ち立てる、これこそが創造の論理の設定なんですね。既存の世間の論理に従属して生きていくのはもちろん悪いことではないですよね。ただそれが意味するのは分割の論理の中への安住なんですよね。そこに所属すれば何らかの形で冒頭で申し上げたとおり飯を食っていけるわけなんですよ。我慢していれば生きていけるわけなんですよ。その典型が賃労働であり、労働力を売るという発想です。まあ悪く言えば創造の論理の意気込みに欠ける労働ですよね。しかしながらですね、広がる自我はどうしても創造の論理から逃れることはできません。したがって人生の意味といったものを構築せざるを得ないんですよ。自分で構築した人生の意味を仕事に生かすのも自分次第なんですよ。人生の意味を通じて創造の論理を仕事に生かすこともできるわけなんですよね。さらに言えることはですね、ちょっと話が大きくなってしまうんですけれども、歴史を振り返れば明らかな通りですね、この個々の広がる自我が構築する人生の意味こそ社会を変化させ歴史を動かしていく動因となる、こういうことが言えると思うんですよね。このように人生の意味の構築は自分自身にとっても人間社会にとっても極めて重要な意味を持っていると、こういうことを今回は申し上げたいわけです。今回のテーマはとりあえず以上です。では文献紹介に移りたいと思います。今回の文献はですね、先ほど申し上げた通りハイデガーのこの存在と時間、この2冊本の下巻の方ですよね。で、この講座第19回で紹介したのはですね、前半部分の世界内存在だったわけですよね。で、今回はですね、今日のテーマで検討した本来性と非本来性、そしてですね、死へ望む存在といった、このある意味衝撃的な言葉を取り上げてですね、時間性とは何か、こういったことについて私なりに理解したことをお話ししていきたいと思います。ところでですね、この存在と時間の考察の目的はですね、存在とは何かということ、存在全般の意味へ向けられた問いに答える、こういうことだったわけですよね。この本の前半ではですね、現存在といった存在書の基本的構成である世界内存在といったものが関心としてあらわにされたこと、そしてそれが実存というものを手引きとしてですね、己の存在が存在そのものに関わらせられて存在可能として存在していると、こういうことがこの存在と時間の上巻の方では確認されたわけなんです。ところでですね、
実存は己に関わらされた存在可能であって本来性非本来性を含んだ自由、自由といったものがその本質なんですね。しかしながらですね、その上巻 の前半ではですね、平均的日常性から出発したわけなんですね。したがって非本来的な分析に限られていたわけなんですよ。そこでですね、ハイデガーはこの後半、下巻の後半ではですね、本来性を含む現存在の全体を分析する必要が生じてきたと、こういうことを言ってるわけなんですね。ところがですね、ここでハイデガーはそのいきなり死へ望む存在、こういう有名なフレーズをいきなり持ち込んでくるんですよ。現存在の全体を検討するにはそれが終了する死を考えざるを得ない、こういうようなことをハイデガーが言ってるわけなんですね。やはりですね、その最初はちょっと初めてこれ読むときは違和感を、まあ、私はもう覚えたんですよね。なぜ死といった極端なことをここで急に持ち出すのか、それは単に読者の注目を集めることが目的なんではないか、こういった疑念が生じてしまうわけなんですね。しかしながらですね、この本を実際読んでいくとですね、この違和感といったものは解消されていくんですよね。今日はその過程を中心にちょっとお話ししてみたいと思います。まず現存在の全体存在を考えるということがですね、何を意味しているのか、こういうことについてですね、ハイデガーはですね、己に先立ってというこの関心といったものの本質的な構造にそれが基づくと言うんですね。そこでまずハイデガーはですね、他人の死といったものを検討するんですね。他人の死は客観的な死ですよね。実際目に 見れるわけですよね。で、要するに人が世の中から消えることですよね。しかしながらですね、それは現存在の死と大きく異なっていることは明らかですよね。現存在は自分の死を体験することはできませんよね。したがって客観的な死は現存在にとってありえないんですよ。じゃあ現存在の死とは何を意味しているんでしょうか。ハイデガーはですね、現存在は常に己の未然を存在しているのであり、終末へ臨んでいると言うんですね。このことを私なりに理解して言い換えれば、次のようなことではないかと思うんですよ。湧き上がってくる性の本流としての主体性、より多くの他者に言葉と論理を投げかけ続ける主体性、ハイデガーの言う現存在はですね、私に言わせれば広がりと表現できるものなんですね。そして私はこの性としての人間を広がる自我と表現したわけですよね。まあ、先ほど申し上げた通りですけれども、ところで現存在の根本的構成は関心だとハイデガーは言いました。関心とは世界の内部で出会う存在者のもとにある存在として己に先立って存在することなわけなんですね。で、関心はですね、まあ私に言わせればまさに対象に関わる広がりそれ自体なんですよ。このようにハイデガーの言う現存在はですね、まさに性の発言それ自体なんですよ。この性といったものをですね、前提に考えるならばですね、その反対の概念である死という概念を考えざるを得ないのではないか、このように私は思ったんですね。広がる自我は広がりを隠しをしようとします。まずは外界の対象に意味を見出して、さらに他者と言葉の意味を共有することによって広がりを確証するわけですよね。人間は生、生きる証といったものを求めざるを得ないんですよ。この生きる証、他人事でない追い越すことのできない可能性、自分自身の可能性だからこそ死へ臨む存在と表現することができると、このように思うんですよね。次にハイデガーはですね、死に臨む存在は本質的に不安であると言うんですね。これは何を意味しているんでしょうか。この問題についても私なりにちょっと考えてみるとですね、人間すなわち広がる自我は広がりの確証を求めざるを得ない、それこそが生きるということだったわけですよね。しかしながらですね、他者への広がりの確証は実はこの後申し上げる通りですね、極めて高い困難性といったものを伴うんですよね。実はそれがハイデガーの言う不安の正体ではないか、このように私には思われるんですよ。世界内存在で現存在は世間に埋没していたわけです。
非本来的な状態だったわけです。これは良心の呼び声によって呼び起こされなければならないとハイデガーは言うんですね。じゃあなぜ世間に埋没していてはダメなんでしょうか。非本来的になってしまうんでしょうか。実はですね、現存在は良心において自分自身を呼んでいるんですよ。ハイデガーに言わせれば、良心といったものはですね、関心、ハイデガーの関心といったものの呼び声なんですよ。世間の怠惰から呼び起こされるものだとハイデガーは言うんですね。これはですね、私に言わせればまさに他者への広がりの確証のことなんですよ。他者への広がりの確証は他者と言葉と論理の意味を共有することであって、それは世間の中でも可能なんですね。しかしながらですね、それを突き破ろうとするのが広がりの確証の広がる自我なんですよ。まさに今回の講座で先ほど申し上げた創造の論理といったものの構築がまさにこれなんですよ。ハイデガーは非本来的な状態を負い目ある存在と表現しました。このこともですね、私なりに言えばですね、広がる自我が投げ込まれた世界はですね、さまざまな約束、責任、債務から成り立っているんですね。日常生活っていうのはそういったものなんですよ。広がる自我の広がりはですね、この広がりの対象によって意識され、新たな広がりの確証を得ようとするんですね。ハイデガーの言う負い目ありとはですね、新たな広がりの確証の原動力なんですよ。実は他者への広がりの確証は広がりの対象であるこのハイデガーの言う世間といったものから始まるんです。世間のさまざまな取り決めを根拠に新たな広がりの確証の論理を打ち立てようとするのが人間、すなわち広がる自我であって、ハイデガーが言うところの現存在といったものなんです。人間すなわち広がる自我は、性としてはまず広がりがあるんであって、常に新たな広がりの確証を求めざるを得ないんです。これこそ死への先駆であり、覚悟性ですよね。覚悟性とは人事でない己の負い目ある存在に向かって呼び出され、それに応ずることであるとハイデガーは言うんですね。この先駆的覚悟性が現存在といったものを、その可能的な本来性と全体性、これに関して現象として見届けることを可能にするものであると、こういうことをハイデガーが言ってるわけなんですね。さて、今申し上げた先駆的覚悟性はですね、現存在をその負い目ある存在として了解することであって、非等性として受け入れることなんですね。非等性というのは希望を存在することであって、環境世界に臨在している物事を現実して行動的に対処する、こういうものです。希望性は将来から発現して現在を発見します。ハイデガーはこの希望的現実的将来として統一的にあるものを時間性と名付けているんですね。ちょっと非常に難しい表現だと思う、言葉論理だと思うんですけども、この今は申し上げた時間性についてもですね、私流に言うならばこういうことだと思うんですよ。不安を伴う広がりの中で広がりの確証を得ようとするのがハイデガーの言う覚悟性なんですね。広がりの確証は既存の事情を論拠として新しい論理を打ち立てて、その意味を他者と共有することです。ここには既存の木と新しい真、この木と真の時間の流れが絶対にあるんですよ。このように時間性といったものはですね、広がりの確証を得ることそれ自体を意味しています。ハイデガーは時間性は根源的な脱字であると言ってですね、将来、希望性、現在の諸現象を時間性の脱字体と、名付けているんですね。これもですね、私なりに言わせればですね、広がりを意識するところに時間性の根源があるんであって、広がりを確証すること、それ自体が時間性であると、こういうことだと思うんですよ。ハイデガーはですね、現存在が絶対に不可能になることをなることの可能性、これを死と言ったんですね。先駆的覚悟性をこのような可能性へ望む本来的実存であるとしているわけです。要するにですね、現存在は
有限的に実存し、実現、あの、実、あ、ごめんなさい、実存していると、こういうことなんですよ。私に言わせればですね、広がりの確証を求めざるを得ない性としての広がり自体はですね、広がりというのは無限性なんですよ。性としての広がりそれ自体は無限性をその本質とするんですね。しかしながらですね、広がりの確証を得る性としては、先ほど申し上げた通り有限なんですよ。このここにこの時間性というものがあるわけでして、これを死に望む存在だと表現することができるのではないかと、このように思うんですね。さあ、この後ハイデガーはこの本でですね、時間性についてさまざまな視点から検討を加えています。日常生活における時間性、科学的思考における時間性、歴史性と時間性、まあその詳細を論じることはちょっと省略しますけれども、私なりに理解したことを端的に一言で申し上げるならば、次のようなことではないかと思うんですね。そもそも時間性は広がりの確証それ自体だったわけですよね。ところがここで重要になってくるのはですね、他者への広がりの確証のための論理で活用される時間、論理で活用される時間性といったものなんですね。要するに論拠としての時間性です。例えばハイデガーは公開された時間といったものを論じています。これは端的に言えば時計に従う日常生活のことを意味しているわけですよね。これはまさに他者への広がりの確証の論拠として誰もが活用している時間性なわけなんですよね。今回のテーマ文献紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。今後もですね、まあ、今日は人生論的なことを扱ったわけなんですけれども、哲学の基本問題、労務管理の基本問題、こういったことをですね、取り上げまして、まあ、この講座続けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。